続いてエンジンルームです。7万キロの、スミセンなんですけど、前オーナーさんの手入れすごかったんでしょうね。なんかすごいピカピカなんですよね。本当に綺麗。ヘッドカバーとかも特に擦れてないですし、すごい綺麗なんですよね。これ画像で伝わるかなと思うんですけど、ここら辺の汚れとかも全然ないです。まあエンジンルーム自体ですね、特に何か変わってるというような、パーツはないんですけども、あ、オイルフィルターのストッパーついてますね。まあこれがついてるところからしてサーキット走行してたんだろうなっていうのは考えられますね。はい、こんな感じになってますね。まあ、結構綺麗なエンジンルームです。ではちょっとエンジンかけてみたいと思います。今エンジンをかけてみました。特に何か異音がしているとかっていうのはなさそうです。こんな感じですね。まあ距離まだ7万キロ台なんで、メンテナンスしながらまだまだ乗れるかなと。